ルフドライブをカットしてるんですけど、あのボールはしっかり、掴んでくれます。このラバー食い込んだ感じがないから、あんまり相手の回転の強弱に影響されにくい、そんなイメージです。切る切らないはどこで、変化をつけるかというと、接触時間です。ラバーとボールの接触時間を短くすると楽。切らない、これは切る切れないです。これ切れないです。切るときは、接触時間を、長くすると切れる。まず切るときは手首を内側に入れます。手首を内側に入れると手首の可動範囲が広くなる、なので切りやすい。逆に手首を外側に入れると動かないので 切ることはできない。この手首の使い方で変化のつけ方があります。カットと同じで、スプーンを切るときはまず基本的には結構内側に向けます。で切らないときは外側に向けます。で粒高で一番やってはいけないことは、ボールが浮きやすいので、ラケットの面をかぶして低く返そうとする。そうなると棒玉になります。低く返そうと思ったら余計ラケットの面を上に向けて粒を強制的に倒します。倒すと低く、無駄でチッチキを安定させるコツは粒を強制的に倒すということですね。プッシュはチッチキと違って今度は粒を倒しちゃいけません。粒が倒れないようにラケットを操作します。相手の下回転の回転量にもよるんですけど、できるだけボールの真後ろを叩く、接触時間を短くします。すぐボールを離す。手首は使っちゃいけません。しっかり前に押し出す。実は今が得意なんだ。カットセーブロックはボールがラケットに当たる入射角が大事です。下から上に上がるときにラケットに当てることによって粒が倒れてくる。で逆にボールを待って、ラケットに当てるとちょうど真正面から当たることになって粒は倒れなくて、今度はナックス製のブロックになります。この角度がいいと粒が倒れてくるんです。待つとナックになります。カット製ブロックの場合はもう粒が強制的に倒れるので、スイングの幅は大きくなくて大丈夫です。いくらスイングの幅を大きくしても回転量には限界があります。一番大事なのはこの入射角、ボールとラケットが当たる角度。左に曲がってくるボールに対してはラケットを左に持っている。右に曲がってくるボールに対してはラケットを右に持っている。これが巡回転レシーブ。これができると相手の回転をそのまま利用したりします。横回転をかけ返します。かけ返すっていうか、そのサーブの回転をそのまま利用して返す。今度は右に曲がってくるサーブだとラケットを右に移動させます。こうすることによって相手のサーブに対して回転を逆らわないので、回転に対してあまり影響を受けにくい、ミスが出にくいレシーブ。逆に今度は逆回転レシーブバックです。逆回転レシーブだと相手の回転をもろに影響を受けるので、これ粒高であっても非常に難しくなります。できるだけ中回転で返す方が粒高に使っている人はいいと思います。パットマンであってもチキータやっても全然構いません。チキータから4球目攻撃して、逆にできない方が損だと思います。
番大きなところでは固定観念にとらわれないことです。例えば粒高であっても攻撃ができる、フラソフトじゃなきゃ攻撃ができないっていうのではもう通用しない。試合とかで2バウンドブロックとか意識したことあると思う。あんまりない。短く止められるってすごい楽だね。これ目安を持ったんだけど、短く止めようとするときにできるだけ引っ掛けに落とそうって思うと、まずリス、そこから30センチ、40センチ以内に落とそうって思えばすごい気が楽になるんで、まあ、するようになる。バウンドしてすぐ当てる。すぐ当てるとボールってこうなるから、こういう角度でボールが飛んでくる。ボールを待っちゃうとまっすぐ行っちゃう。一気にバウンド。素晴らしい。ここで相手打てないね。ドライブできない。フォアのブロックのも。できるだけバウンド直後をドライブ、素晴らしい。なんでいいかっていうと、ちゃんとさっきレシーブの時も言ったよ、右足がちゃんとボールのところに真下に入って、できるだけクロスに行く時はもうラケットをこねない、ストレートに行くような感じで、イメージの手首の固め方でこう。これもできるだけバウンドしてすぐの方がいいな。相手をびっくりさせないといけないから。おお、ナイス。これって、フォア特にこう動きやすいです。できるだけ固定させるためには、ラケットとボールが当たる真下に右足を持った方が安定ですね。ペンだとどうなる？ラケットを後ろから前、上から持ってない、後ろから。そうそう。これもバウンドして、なるべく返す。ストップ短いのと長いのを交互に打つ。インパクトでもう指まで使うくらいの意識して、ボールにクイッと回転をかければボールで攻撃してくれる。高いのだよね。高いのだとどうしても押したらボールがまっすぐ落ちてくれなくて、まっすぐ行って終わるって言ったら、もっと上から打ってもいいんだけど、とりあえず回転かけるイメージで打たないと、ボールって落ちてくれないから、多少スピードが落ちても、回転かけるっていうイメージで、多少回転かけないと、浅いボールだったら、もう引っ張られてもいいんだけど。カーブ来た時は回転かけてあげないと。プッシュばっかりじゃなくて回転そのまま残してやるっていう技術もあったと思います。こんだけ残ってるのは普通にまっすぐ返そうとしてる。粒高っていうのは、これがね、バウンドして待って打っちゃうと、粒が倒れてくるね。で、バウンドしてこう上がりっぱな、上がってる時ってこういう角度が入る。そうすると粒が倒れてくる。だから、バウンドしてすぐこう上げる。そうすると下回転。待っちゃうと下回転だから、ボールが正面で上がっちゃう。
こういう角度でボールが上がっているときに作られる。押さなくていいよ。真下。逆にね、イメージとしては低いぐらい。大げさに。ここに落とす。力入っていると、ボールとしてもラケットと点が下がっていく。肩の力、手首の力を抜いて。倒せば低く行く。だから行くのは恐れてこういう角度にするんじゃなくて、逆にこういう上を向けてこう通す。で、つっつき、まあどういうラバーでもそうなんですけど、つっつきこう肘がついちゃったらバックスイングが取れないんで、全然回転がかからない。ちょっと肘を前に出して、そうです、ここに余裕を持たせて。そうするとボールがこのままにすごい力を出す。そこういう技術って見たことある？たまにある。たまにある。これはね、ボール今度粒高の粒を倒さない技術。倒さないからポンと球が飛び出る。で、相手の回転もそのまま残って帰ってくるから、これプッシュって技術なんだけど、これ一つコツがあるのね。人それぞれなんだけど、手首をまず使っちゃいけない。こう回しちゃいけない。だから自分のやりやすい位置で固定する。で、僕の場合はもうラケットの先を下げちゃう。そうすると固定されるから安定しやすい。サーブです。こう動いちゃうとダメだね。この技術、まっすぐ固定してまっすぐ。ちょっとトライしてみる。非常に難しいと思います。でも、うん、でもできてる。飲み込み早いな。うまい。これはね、本当に自分から回転かけないとミスしちゃうね。押しだ、あんまり押さない。下から見える。そうそうそう。分かる時だよ。なんでいいかっていうと、まあ、フォアとは違ってボールの高さまで目線を結構下げてる。そうすると狙いやすい。だからすごいいい体勢。ありがとうございます。素晴らしい。